線画はいい感じに描けたんであるけれども、ここから色を塗るっていうのがすげえめんどくさいんであるよな。あのディープブリザードっていう魔王がな、このカラーセットっていうので迷った時の影色っていうのを配ってはくれたんであるよ。これだったらとりあえずキャラクターの影の色塗りたい時はこれ使っとけば大丈夫っていう3色を公開したそうなんだけど、もちろんそれめっちゃありがたいんであるよ。めっちゃありがたいんであるけれども、でも影だけじゃなくってキャラクターっていわゆるこう下地の色って大事ではねえであるか。あれ何色塗ったらいい感じになるんである？頼むからマオそこ教えてほしいであるよ、というものは多いのではないのかの。絵を描くのは楽しいけれど色選びが難しい。どんな色を選んだらいい感じになるのかがわからない。とりあえず色は置いてみたけれどもまとまりのない色になってしまう。今回はそんなポンポコリンのために我が普段使っているカラーセットを全部プレゼントしようと思うのであるぞ。もちろんただ渡すだけではなく、どうやったら使えるのかという方法もお教えするので安心して使ってもらえればと思うのである。そして今回はクリップスタジオアセッツでのカラーセット公開ではあるが、ブースの方でプロクリエイトやアイビスペイントなど他のペイントソフトで使えるカラーセットも同時で公開をし、そしてそちらでの使い方も補足的ではあるけれども解説を行おうと思っておるので、クリップスタジオ以外でも我のカラーセットを使ってみたいというものはぜひ最後まで見てもらえると嬉しいのであるぞ。そしてこういう便利な素材や絵をより楽しく描くという方法を知りたいというものはぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいのであるぞ。では実際に今回配布しているカラーセットの使い方を解説していこうと思うのであるぞ。まずはクリップスタジオでの使い方を解説していこうと思うのである。クリップスタジオアセッツで魔王のカラーセットをダウンロードしてもらったら、素材パレットのダウンロードという項目に DB カラー1、DB カラー2というものが追加されていると思うのである。こちらを選択した状態でドラッグしたままカラーセットパレットに投げると、この通り簡単にカラーセットを登録することができたのである。先ほど登録した DB カラー1もそして DB カラー2も無事登録されているのを確認することができると思うのであるぞ。アイビスペイントで先ほどのカラーセットを使いたい場合は、レイヤーのフォトライブから読み込みというものをタップして、ブースからダウンロードしたカラーパレットをクリックしよう。するとこの通りカラーパレットが自動で読み込まれるので、拡大縮小などで自分の置きたいところに置いて OK を押そう。そして線画抽出をしますかというメニューが出てくるのでキャンセルを押そう。これで読み込みが完了である。使いたい色を長押しすればその色を自動でパレットで使うことができるようになるのである。またよく使いたい色をいつでもこの画像読み込みなしで使いたい場合は、色を読み込んだ後にカラーのメニューを出して、そして今長押しして選んだ色をカラーパレットに登録しよう。読み込んでカラーに取り込む。これを繰り返せば我の使っているこの魔王カラーをいつでもアイビスペイント上で使うことができるのであるぞ。プロクリエイトでこのカラーパレットを使いたい場合は、まずはキャンバスの基準をチェックしてウィンドウを呼び出そう。そしてイメージを選択してイメージを読み込むをタップしよう。これで使いたいカラーパレットをタップすればこの通りカラーパレットを読み込むことができた。そして同じようにアップルペンシルで長押しをしてカラーセットを選んで使いたい色を選んだら、いつでも選んで使えるようになったのであるぞ。またプロクリエイトの場合、別のカラーセットを使いたい場合はダウンロードしたカラーセットの画像を直接基準ウィンドウに投げれば、この通り基準ウィンドウに新たなカラーセットを読み込ませるということもできるので、自分のやりやすい方法で使ってみてほしいのであるぞ。では次にこの魔王カラーセットをどのように使うのかと
というのを解説していこうと思うのであるぞ。読み込んだ魔王カラーは、まずこの DB カラー1というのは、上のこの領域が肌で主に使うカラーセット、そして下2つが髪の色や自然物などで使うときによく使う色。このカラーセットというのは、魔王のこれまで描いてきたカラーイラストの中からよく使う色というのを抽出してパレット化しておるものなのである。肌の色は濃い色と薄めの色というのが2色ずつ置いてあるのである。こうやってカラーパレットが2色並んでいるとな、画面上で選択しやすいというのもあるので、大きな 4K ウィンドウなどであっても瞬時に選べるように配慮しておるのであるぞ。そして DB カラー2は、同じように我が普段使っているカラーセットを大きく分けて5つのパターンで登録しているのである。まずは一番上がベーシック、我が普段使っている淡すぎず、そして濃すぎない色味のやや明るめの色味を取り揃えておるのである。そして次に少しくすんでいるダスティーカラー、これを使うとちょっと大人っぽかったり雰囲気のある色味を使うことができるのである。そしてその次がビビッド、こちらはかなり原色に近いんだけれども、原色すぎずカラフルなんだけれども目にうるさくなりすぎない絶妙な色味を取り揃えておるのである。そしてその次がパステルカラー、淡く優しい色味ではあるが、ただただ色味が淡くなっているだけではなく、絶妙なくすみ色も入っているので、可愛いだけではなく大人っぽ可愛い色味も簡単に作ることができるのであるぞ。そして最後はちょっとダークめのカラー、普段使っている色よりもちょっと重めになっているのではあるけれども、この一番上に使っているベーシックカラーと合わせた時に非常に使いやすい色味にもなっているので、ベーシックカラーだけだと少し色味の濃さが足りないなという時には、こちらのちょっと暗いダークカラーを選んでみると良いであろう。基本的にはこのカテゴリーごとに色を揃えて使うことで、またそれぞれ違った雰囲気の絵を簡単に作ることができるのであるぞ。今回ブースのページからダウンロードできる素材、クリップスタジオの場合はクリップ形式のファイルを開いてもらえればと思うであるし、そうでないペイントソフトの場合は PSD ファイルを読み込んでもらえればと思うのであるぞ。そのファイル構成は、線画のラインアートと書かれているレイヤーと、ベースカラーと書かれているフォルダーが入っている、赤く塗られている、もしくはこのレイヤー名に星がついているのがわかるであろうか。この星がついているレイヤーに塗りたい色を塗りつぶすだけで、簡単にこのキャラクターの全体のカラーコーディネートを決めることができるという、魔王カラーを簡単に試してみたいという方へのサンプルデータなのである。では実際に魔王カラーを使いながら、このカラーセットを使った時に整うことができるのかというのを確認していこうと思うのであるぞ。まずはスキン、肌のレイヤーを選択して、肌のベースカラーを選択しよう。我がよく使うちょっとオレンジ味の淡いカラーを選択して、塗りつぶしツールで塗りつぶす。これだけでなんと簡単に肌全体を塗りつぶすことができた。そして同じようにヘアで、今回ちょっとナチュラルっぽくしたいので、ベースカラーにちょっとくすんだブラウンを塗りつぶそう。そしてこの魔王カラーは、無彩色に関してはどの色を使ってもよい。無彩色というのはカラーサークルでいう一番左端を選ぶこと、つまり赤も青も黄色も緑も色味のない純粋なグレーもしくは黒を選ぶことができるのである。なので一番左上の真っ白を選んで、シャツの白部分、今回はこのお腹の部分であるな、は真っ白で塗りつぶそう。そしてシャツ2を選択して、今度は魔王カラーのカラーセット2を選んで、明るめのグリーンとかがいいかな。じゃあこれを使って塗りつぶしを行う。そしてスカート部分はやや濃いめのブルーを使って塗りつぶす。同じようにアクセサリーは少しオレンジ味のある黄色で塗りつぶし、アクセサリーにアクセサリーの紐部分は今回はオレンジ色で塗りつぶそう。そして目の色は明るめのライトブルーで塗りつぶす。これだけで簡単にまとまりのある色味でキャラクターを塗りつぶすことができたのが分かったであろうか。また色味を変えたいなという部分は、また色味を変えたい部分を選んで塗りつぶせば簡単に変更することができるのである。これで基本的なキャラクターの色味が完成したのである。また別の色味のカラーを使いたいという、例えばこのビビッドのカラーを使いたいという場合は、肌や髪の毛の色以外はビビッドカラーで塗りつぶすと良いであろう。なのでシャツ部分、今回はじゃあ黄色にして、こうやってただ塗りつぶしただけだとかなり浮いた色になっているのがわかるであろうか。ただこれを全体的に同じカラーの項目で塗りつぶしていけば、簡単に違和感なく絵を統一させることができるようになるのであるぞ。
この通りカラーセットを変更すると違和感なくキャラクターのベースカラーを統一させることができたというのがわかるであろうか。先ほど言った通り肌と髪の毛というのはこの項目から選べば基本的には問題がないので、例えば濃いめの褐色の肌を塗って髪の毛にはカラーを選びたいので DB カラー2の先ほどこのビビットカラーで塗ったのでビビットカラーの中にある紫色を選んで塗りつぶすと、こうすることでまた違った印象になりながらも統一感の取れた絵になっているのがわかるであろうか。このように肌の色は自由に選んで、そしてベースで塗る色というのは自分が塗りたいカテゴリーの色に合わせて塗れば簡単に全体を統一した絵にするということができるのであるぞ。ではこのベースカラーを塗ったキャラクターを簡単に仕上げていこうと思うのである。陰影をつけていく方法はこのベースカラーのフォルダーの上に新規レイヤーを作成して、そしてレイヤーの合成モードを乗算にする、そして下のレイヤーでクリッピングを適用しよう。これで塗った色がフォルダーの中にある色からはみ出さないという仕様になったのである。こういうことになるのである。この状態で以前我が配布をした迷った時の影色、これを使ってキャラクターに陰影をつけていこうと思うのである。今回はクリップスタジオペイントでこの色を使って塗っていくが、こちらの解説動画は動画の概要欄に載せているので、まだダウンロードしていない、使ったことがないというものはぜひこちらを使ってみてほしいのであるぞ。そしてクリップスタジオペイント以外、アイビスペイントやプロクリエイト、他のペイントソフトを使っているユーザーは画像データとして今回配布する魔王カラーのセットの中にボーナスとして入っているので、そちらを使ってもらえると嬉しいのであるぞ。では肌のベースカラーで使いたい色の明るめのピンク色を選択して、我は長縄塗りツールを使ってキャラクターに陰影をつけていこう。これでキャラクターの肌の色に影色を置くことができた。続けて髪の毛にややくすんだピンク色を使って陰影を置いていこう。そしてブルー系の影色を選んで服などに影色を置いていこう。そしてこのような赤系のいわゆる暖色系、赤系統の色には先ほど使ったピンク色のピンク系の影か少しくすんだ赤ピンク色を使うと綺麗に色をなじませることができるのであるぞ。これでキャラクターに簡単に陰影をつけることができた。そしてまた新規レイヤーをクリッピングで作成し、白色でハイライトを書き込んでいけば、そして線画の上にもレイヤーを作って同じようにハイライトを置いてあげれば、これで簡単にまとまりのあるカラーと陰影のついたイラストを描くことができるのであるぞ。こうやって魔王が普段使っているカラーというのを使い、色使いを体で覚えていくことで自分でどういう色を選んだらどんな印象になるのか、この色を使うとどんな風に絵全体に変化をもたらすのかというのを体感しながら学ぶことができるであるし、ここである程度色の使い方を覚えたら、じゃあこんな色を使ったらどうだろう、自分はこの色よりもこんな色を使ってみたいなと思えるようになってくるであろう。そうなってくれば我のカラーセットを使うことなく自分が好きな色というのを直感的に選ぶということも簡単にできるようになるのである。もちろんそうでなくても色を塗るのが大変だ、もっと簡単に色を塗りたいという時短の一つとして我のカラーセットを使うというのもとても良い使い方だと思うので、この魔王カラーセットを使って皆が色を塗るということを難しいと思わず、むしろ楽しいと思ってもらえるようになれば嬉しいのであるぞ。今回配布するカラーセット、クリップスタジオの場合はクリップスタジオアセッツのページから、そしてクリップスタジオ以外のペイントソフト、アイビスペイントやプロクリエイトを使っているユーザーの方は動画の概要欄にあるブースのページに飛んでいただければ、こちらのカラーセットを全て無料でダウンロードすることができるのであるぞ。また講座内で使ったサンプルのイラストデータもブースで配布しているので、
クリップスタジオアセッツでカラーセットをダウンロードしたもの、ブースでカラーセットをダウンロードしたものは合わせて一緒にダウンロードしてもらえれば、使い方や色の合わせ方などを我のイラストを使って簡単に体験することができるので、ぜひぜひそちらも使っていただけると嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。